と、おばあさんとマリちゃん、おばあさんとマリーちゃんっていう人形って、みんながね知ってる作品と、とても可愛いお人形なので、本当にどなたにも楽しく見れる作品です。これが誰か選ぶってなってるの、4月の22日月曜日、第130回のしゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、昨日の大雪と違って、暖かくですね、穏やかな今日は一日でした。
ゲストをご紹介いたします。長野南部子ども劇場の運営委員長の、平林典子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、南部子ども劇場の活動についてお話をお聞きするんですけれども、平林さんはいつ頃からこの南部子ども劇場の、運営委員長ですかね、なられたんですか。昨年の12月からです。はいはい、あ、そうなんですか。まあ、こうやって大体、総会やなんか開いて何回ぐらいかなんですか。この間の12月の総会が、42回目、42回目、になりました。はい、これ今、子ども劇場とはっていうので、どういう意味でしょうかね。これちょっと説明していただけますか。はい、子ども劇場とは、はい、まず、生の舞台を定期的に、はい、鑑賞しています。はい、それから、自分たちでやりたいことを本当に自分たちで考えて運営している、はい、そういうあれなんです。あ、そうなんですか。はい、この生の舞台ってどんな舞台なんですか。いろいろあると思うんですけども。はい、一人で本当にやる公民館の中でやる人形劇、はい、それからマジック、はい、音楽、はい、それからそうですね、あとは本当に年に1回は大きいものを見ようということで、うん、大きなステージで十何人の大きなお芝居も見ています。ああ、なるほど。はい、これ今これ見ると、ですね、コメントしてもらったものをご紹介しますけど、ちょっと書いてあるんですけども、はい、そのコメントのあれなんかちょっとご紹介いただけますけど。そうですね。はい、そうですね。まず生の舞台なので、うん、本当に生ものなので、はい、テレビや映画とは違って、はい、やってくださる方とのやり取りがあるので、本当に毎回その度に違うというか、はい、やり取りがあるんですね。それがまず楽しいっていうものがあったり、はい、あとは同じ小学校でない違う小学校にもやっぱり入ってるお知り合いのお友達がいるので、そういうお友達とも一緒に見れたり、あとそうですね、自分の子供を、うん、他のお母さんたちから、見て褒めてもらえたり、うん、あ、なるほど。はい、いろんな感想があります。あ、なるほど。褒められるなんて、ね、嬉しいね。そうですね、自分の目からだと気づかなかったことも、そうそうそう、他の人の目から見て気づいてもらったりすることがとても嬉しいです。ね、これじゃあちょっと鑑賞のスケジュールっていうのは、これもちょっと見ていただいていいですかね。はい、ちょっと説明していただいていいですか。はい、年に4回年齢に合った鑑賞会を見て、はい、してる楽しんでるんですけども、低学年というのが、うん、0歳から小学校3年生まで。あ、これが0歳からね。はい、はい、それと高学年っていうのが小学校の4年生から大人までということで、うんうんうん、それぞれ年に4回鑑賞会があります。まあ、大人も見られるっていう、まあ、親子で見るっていうことなんでね。そうですね、なるほどね。はい、でもこれあれですかね、いろんなもの あるんだけども、これ子ども劇会員っていうのは結局何人いらっしゃるの。今南部子ども劇場は、大人も子どもも合わせて今250人で、はい、あ、そんなにいるんですか。はい、これ会員の年齢ってさっき言いましたよね、4歳から。はい、4歳で入会になりまして、それから小学生、中学生、高校生まで、はい、高校生まで OK。 はい、それ以上の青年というそういう枠組みもあるんですけども、うん、なかなか忙しかったり、うん、県外へ出てしまったり、本当はね、いてくれると嬉しいんですけども、ね、今は青年という人たちはいらっしゃるわけですね。そうですか。はい、これ参加したメリットって結構あるんですか。うん、そうですね、まずその本当にさっき言ったように4歳から高校生、それから大人とたくさんいろんな年齢 の会員がいるので、大きいお兄ちゃんが小さい子の面倒を見てくれたり、そういうやっぱり大きい子たちの様子を見てるので、小さい子たちも、ああなりたいなっていう、そういうことがあったりする、そういう異年齢の交流って呼んでるんですけども、そういうのがとてもいいです。うん、まあ、実際に子供さんも今少ないからね。そうですね。なんていうのかな、兄弟喧嘩っていうのもできないだろうしね。はい、教えてもらうってことも親からしか教えてもらえない親も忙しくてあんまり教えられないっていうのはあるから、はい、こういう交流会みたいなのあると具合いいことは具合いですね。そうですね。うん、
あとはこれ何でしたっけね、この鑑賞会とかってあります。これもちょっと見ていただいて説明できますか。はい、はい、年4回鑑賞会があるんですけども、はい、これは数年前にやった高学年の鑑賞会です、うん、でこれは本当に地元の偕楽亭教室さんっていう落語をやってくださる先生が来てくださって、はいはい、子どもたちに落語を聞かせて、はい、くださいました、はいはい。なるほどね、はい、でちょうどお弟子さんになる子どもたちもちょっと会員にいますので、はい、子どもたちが着物を着て司会をしてくれたり、うん、あ、じゃあ今この着物着てる子どもさんがそうなんだ ね、 そうですね、なるほどね、はい、また楽しいだろうね、はい、ね、とても楽しく割と落語というのは、うん、あまり普段の生活に馴染みのない方たちもいらっしゃったんですけど、うんうんうん、聞いてみたらとても楽しかったという、うん、すごく評判が良くて、うん、何とか来てくださってます。なるほどね、はい、まずもちらっと見たことあるけど本当に小さい子どもさんでも大人の顔負けの身振、ね、り手振りで喋り方でってちょっと楽しい、はい、あれがあるんですね。楽しいですね、うん、はい、それからあとこの下は何でした、こちらの方は。こちらは、地域でサークルというのがありまして、地域サークルっていうんですかね、はい、同じ小学校の中で子ども劇場に入ってる人たちが、はい、サークルを作ってまして、うん、そのサークルごとに自分たちのやりたいことをやろうということで計画しています、うん、でここに出ているのはですね、うん、お正月にみんなで餅つき大会やろうということで会員さんのお家でやってるところですね。あ、そうですか。こういうのがもう毎年やってるサークルもあります。あ、そうですかね、はい。あ、これ下もあ、これは全部餅つきですね。餅つきで食べてるんだね、はいはい、他にも、ね、クリスマス会をやったり、あ、流しそうめんやりに行ったり、それぞれいろいろみんなで考えてやってます、はい、これは何、あ、原始村っていうのは、はい、これはどういう形なんですか。子供劇場でですね、はい、鑑賞会と並んでこう日本柱の一つの原始村なんですけども、うん、なかなか今の子たちは、はい、そういう自然に触れたり、あと自分たちの手や体を使って遊ぶということもなかなかできないので、うん、そういうことを思いっきり経験してもらおうと言って、はい、毎年夏に、はい、戸隠の荒倉キャンプ場を、はい、毎年同じところなんですけども、そこのキャンプ場に3泊4日で、うん、行く夏のキャンプです、うん、はい、で自分たちで作った竹の食器を使ったり、うん、火起こしで火を起こしたり、うん、それぞれみんなで力を合わせて3泊4日過ごしてくるとい う、はい、キャンプです、うん、こういうだけどあれですね、普通だとキャンプ場行けばかまどになっちゃうけど、これかまどじゃないですもんね、はい、そうですね、もう直火 OK の、うん、なるほどね、キャンプ場なので、うん、はい、でこれが今映ってるのがあれでしたね、うん、はい、竹の食器です、はい、自分たちでナイフで削って作ります。そうですね、はい、あと今度はこれが出てるんだ、あ、これも原始村冬の方ですね、これもちょっと見ていただいて、はい、こちらも毎年行う原始村の活動で、はい、冬合宿っていうんですけども、こちらは本当に雪遊び三昧 の、 合宿です、はい、こういうのも鎌倉作ったりとか、はい、なかなかね、この普段の生活では作るところはないので、うん、できないね、はい、鎌倉を作ったり雪合戦をしたり、はい、そり遊びをしたり、あ、なるほど、ね、はい、こういうのも面白いよね、子供さんにしてみたら、ね、大好きです ね、 ね、子供は、はい、うん、あとはこれなんだっけ、ポケット広場、はい、これもちょっと説明お願いできますか。はい、子ども劇場に入会している方たちの中で、うん、保育園や幼稚園に入る前の小さいお子さんを持つお母さんたちが、うん、入っているサークル、育児サークルになります、うん、はい、で手作りのおやつをみんなで作って食べたり、うん、あとみんなで簡単な工作をしたり、はい、絵本を読んで聞かせてもらったり、うん、はい、いろんな交流をしてます。なるほど、ね、はい、あとこれが中高生グループとか、はい、これはどういうわけでしょう、はい、これはその子ども劇場で大きくなった子たちがまだ中学生高校生になってもまだ一緒に活動している人たちで、うん、はい、これはですねちょうどだから、夏のキャンプで毎年踊ってる踊りがありまして、それを小さい子たちが大き中高生に教えてもらってるところですね。これ地域公演、はい、これはどんな公演ですか。はい、これは年に1回、はい、会員でないお友達にも鑑賞会の楽しさを伝え分かってもらおうということで年に1回やってる鑑賞会です。あ、そうですか、はい、これでもって楽しけれそうだなって言ったら入会していただくという形なんですね。はい、そうですね、勧誘の一環ですね。そうです、はい、はい、これは次はどんなあれですか。これこれは何だろう、これはですね、劇場祭りと言いまして、ね、はい、子どもたちが大好きなイベントなんですけれども、はい、これは何をやってるんですか。
これはですね、みんなのお店屋さんごっこというか、はいはい、本当のお金を使いまして、自分たちがやりたいお店を開いて、これなんかマシュマロ売ってるみたいな、はい、お菓子ですね、お菓子作ったり、的当てゲームをやったり、10円20円であのゲームをやって、商品をあの上げたり、あのそういうことをしてみんなでお小遣いを稼ぐ、子どもたちの大好きなイベントです。はい、今度あとは自然交流、はい、これはどういうあれでしょう。事前交流会は毎あの年に4回ある鑑賞会の前に、あのその前にその、鑑賞会をやってくださる、あの創造団体さんに来てくださ、来てもらって、であのその作品に寄せる思いを聞いたり、それからその創造団体さんの役者さんたちが持ってるいろんな技を教えてもらって、ちょうどお人形を作っているところもさっきあったんですけれども、お人形を作って遊んだりして、あのその鑑賞会のことをすごく楽しみになるようなことをいろいろ毎回やってます。なるほどね、はい、これあの子ども劇場今年のなんか6月にもちょっと、ね、やるとかっていうので、これもちょっと説明お願いできますか。はい、あの今年の今年度の最初の6月 の, あの鑑賞会なんですけれども、ね、はい、これあの結び座さんというあのところが来てくださって、はい、文福茶釜と、それからおばあさんとマリーちゃんというあの人形劇をやってもらいます。はい、このみんなが知ってるね、この文福茶釜と、あとおばあさんとマリーちゃんもとっても面白い、作品なので、みんなすごく楽しみにしてます。はい、あとは、そうしたらこのあれですね、鑑賞スケジュール、はい、これまでこの25年度のやつでちょっと言っていただける。はい、先ほど言ったの文福茶釜とおばあさんとマリーちゃん、はいはい、それからですね、あと6月は高学年はウィッシュリストという人形劇が来ます。はい、で9月は、低学年高学年一緒にあの銀遊太人の太鼓のステージと、あとお楽しみ鑑賞会があります。それと劇場祭りが一緒になっているイベントです。なるほど、ね。はい、で11月には、岩と扉を開けというあの舞台です。はい、それから3月には花さんのお客様と別館公認という、あのお芝居が来ます。あ、なるほどね。はい、はい、ありがとうございます。それから、今度はなんか栄村応援県内創造団体合同公演なんとか、ちょっと、はい、色ちょっとこれも説明していただいていいですか。はい、これは秋に行うあの大きなあのイベントなんですけれども、はい、あの2年前に発生した地震の被災地の栄村、はい、 あ、 あそこがまだ未だに復興とあの言い切れないあの現実があります。で、あのそこの栄村の方々が元気になることを目的として、あの県内在住の5つの舞台芸術団体が力を合わせて作った、あの舞台、今ちょうど作ってる最中なんですけども、この岩と扉を開けというこの舞台を県内の子ども劇場、親子劇場が運営の中心になって、あの12公演やるんですね。でその収益で栄村の方たちを無料で招待して見てもらおうという、そういうイベントをあの計画してます。あ、そうですか。はい、一応これいつもあれですか、やる予定出るんですか。この私たちの南部では11月の9日になります。あ、そうなんですか。はい、これもなんかあの筆で書いたとかって。そうですね、あのこれはあのお伏せの方のお寺の和尚さんに書いていただいたという、はい、あ、なるほど、素敵なあのとこです。あ、そうですか。はい、はい、あとは今後はその今年はどんなようなことを考えてやっていきたいっていうふうに思いますか。はい、毎年なんですけれども、やっぱりこう入ってる、会員が楽しくないと、やっぱり輪は広がっていかないと思いますので、ね、はい、やっぱり自分たちが楽しくなるような、あのことをたくさんやっていきたいと思ってます。ね、はい、はい、じゃあこれでもってあれですね、少し会員募集もちょっとしなきゃいけないということで、はい、はい、これもちょっとあれですね、説明していただければね。はい、はい、4歳からあの入会になります。はい、3歳以下は、ね、お母さんのお膝で、あの見ることができるので、あのお金がかからないので、小さいお子さんのいるお母さんたちは1人分の会費で、ね、あの一緒に楽しめるというところもありますけども、入会金が500円で、1ヶ月1人1400円の会費で運営してますので、はい、それをいただきます。はい、じゃあ一応この入会申し込みっていうのはあるので、はい、こういったことを使って、まあ、ファックスでも流していただければいいのかな。そうですね、ファックスでも、はい、あの大丈夫です。じゃあもう一回ここのところ移していただいて、はい、
じゃあまたあれですね、南部子ども劇場ですね、はいはい、頑張ってやっていただければなというふうに思いますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。毎週のしゃべくりマッチ、はい、私じゃないですね私ですか。そうです、書いてありますね。来週はどんな形で、ですね、東洋の、ね、サッカークラブですね、噛んじゃった。サッカークラブ、サッカークラブ、あ、ソフトクラブは、ソフトボールは、そう、ソフトボールクラブはね、もう20年ぐらい前からあるんですけどね、実はね、サッカークラブがね、去年できたんですよ。去年の4月にできましてね、ちょうど1年なんですけども、で、会員がね、その1年なんですけどね、40人ぐらいいらっしゃるんですよ。で、1年生から6年生までね、で、東洋の生徒さんと、それからね、豊坂とかね、そちらの方もね、合同チームですね。それで結構ね、今会員も募集しまして、今これから頑張っていこうというようなことね、そのこれから頑張るっていうお話をね、来週はしていただこうと、そんなの思ってるんですよ。来週はじゃあ3人さん、3人おいでになって、ね、コーチ2人、そうなんですね、監督とコーチの方がね、おいでになって、その意気込みをね、来週はお話しいただくというようなことなんです。あ、そうですか。じゃあどういう話になるかね、ちょっと楽しみですね。そうですね、ちょっとね、まだ勉強不足でまだお聞きしてないんですよ。そうですか。実は、それは楽しみだ。そうなんですよ、はい、ですからまあいろいろね、はい、楽しいことをお聞きしようとこのように思っております。よろしくお願いします。さあ、わかりました、はい、それでは来週のしゃべくりマッチのお楽しみに。それくらいの津代、また見てねー。